日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、玉島地域おとしま島つ島は岡山県倉敷市玉島地域にある歴史的地名であり、現在は玉島おつ島の一大技からなる。当ページでは同大技についても述べる。玉島の南東部にあたる。東は高橋川川口部、西は玉島港、南は瀬戸内海に面している。 地区の西、北部は丘陵、南、東、中央部は平野となっている。かつて周囲は、玉の裏あるいは亀の海と呼ばれる海域で、現在の丘陵部は隣接の玉島地区の一部とともに、落島もしくは、都島という島で、近隣の島と諸島をなしていた。現在の地名はこれに由来している。また、現在の北東部の上成地区との境界にある丘は、 狐島という小島であった。平野部は近世以降の神殿間隔や埋め立て造成により生まれた土地である。南部の海浜部は現代における埋め立て造成地で工業地帯となっている。水島から続く水島臨海工業地帯の一部である。古代においては和名将記載の備中国は作地群、橋人号の一部であったされている。 古くから漁村として、漁業を主産業としていた。江戸時代の寛永19年、備中松山藩主の水谷勝隆の時代から、音島はその領分となった。商法時代に作られた小杉、小津に島村二百国六省陸号松山領との記載がある。元禄六年には、幕府領に一貫され、倉敷支配所の廃下となった。元禄の検地には、 お島村二百国五章五号、井の浦潮浜八十八国五章とあり、この頃に、延殿の開発も行われている。元禄十五年に、東東美浜松藩の飛び治療に変わったが、教法十四年に、再び幕府領倉敷支配所管轄となった。十八世紀後半の完成年間に、当地の昭や森屋十三衛門が主導し、 孫の三代にわたり神殿開発が行われた。幕末までに新たに150町部を造成し、狐島と共に陸続きとなった。この神殿を大津島内に行ったと呼んだ。当初、日田干拓計画は、江戸初期に松山藩主、水谷昌州が計画したが、領主の交代などで事業が進まなかった。その後、1758年には、 近隣の阿賀崎に行った村の徳郎が、暮らし館所に、神殿開発を願い出たが、上流14村の名主や庄屋の反対に遭い、再び実現できなかった。そして、完成年間になりやっと実現した。立中村館には、落島村900国3と一章8号6尺、森屋翔太郎と記載されている。明治になると、 狐島の東半分を、上成村へ割上、また玉島村の一部を、落島村へ編入した。その後、明治35年に、落島村は、玉島町へ編入。後、玉島市を経て、新しい暮らし基地となり、現在に至っている。昭和9年に、酒田神殿を干拓。同18年に、養父が美周編を埋め立てて、 大変深海を造成し、浦賀重工業を誘致した。さらに高橋川川口西川の大型干拓が、国営事業として行われ、玉島霊園を中心とした工業地場開発された。続いてその沖合が干拓、埋め立てされ、水島から一連をなす、工業地帯の造成となった。これら一連の干拓や埋め立て造成により、現在の落島中南東部、 高橋川川口西岸の広大な平地が生まれた。現在は、幹線道路の整備や工場など、企業誘致により、市街化、宅地化が進行している。一方、平野部では、排水良好な差質浄土であるため、野菜の産地となっている。丘陵部も宅地化しているが、野菜、果実の栽培も行われている。また、高橋川川口部の砂浜では、 穴じゃこが多く取れ、落島じゃこの名で、ブランド化している。旧市街と新倉敷駅前平成24年9月末現在。倉敷市立落島小学校区及び、倉敷市立落島東小学校区。全域が、倉敷市立玉島東中学校区。玉島北部に、玉島中継局、南部に玉島南中継局が置かれているが、 地上デジタルテレビ放送は玉島南中継局は2010年4月に、玉島中継局は同年11月に NHK のみが地局され、民放の中継局は設置されていない。このため、対岸香川県の西佐抜中継局や岡山局を受信して民放分を補っている世帯が多い。この際、西佐抜局など香川県内の送信書を受信する場合は、 NHK の県域ニュース等エリア番組が、香川県及び四国地方のものとなるので、玉島地区のいずれかの中継局に合わせたアンテナも合わせて設置して、岡山県及び中国地方の NHK エリア番組を視聴する必要がある。アナログ放送停止前は、玉島中継局、玉島南中継局とも民放の中継局が置かれていたが、玉島南局においては、 山陽放送がテレビ瀬戸内に至っては両局において電波を出していないため受信できないつぼねについては岡山局もしくは西三ぬ局のアナログテレビ放送の電波を受信して補う必要があった。県外派玉島大津島に関するカテゴリー、乙島村に関するカテゴリー、ありがとうございます。